っしゃーということで、やってきます。よろしくお願いします。いやはい、というわけでね。まあいつも通りやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらで8マスということでね。まあなんともクソ微妙なマス数なんですけど。クソ微妙な、ね。はい。で、ここね、2出たら積むんですよ、私。理想はね、俺3出て、岡山ちょっと増資したいなと思ってんだよね、この3、200億この200億。そう。ランドちゃんをね、増資したいなと思ってんだけど、まあ、さしてくれないよね、そう簡単にね。まあ、そうだよね。したかったな、増資なっていうね。はい。で、岡山も狙えて、目的地も狙えちゃう場所っていうことで、よっしゃー。プラス席すっくなー。これ29年目やろ、一応。29年目、弱っ。29年目で1200万しかもらえないの、プラス益。あ、出来心だ。クソざま。あー、物件が欲しい、物件が欲しい。あー、あれ、出雲って買われてないんだね。誰かが手放した、もしくは、モモスラにやられた。まあなんかいろんな可能性が。え？それ、フェリーにも来んの？あー、あー、あー、損したね。てー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 じゃねえよ。あいつマジなんなん？いい物件があるんですけどって。まあもうあいつ閉じ込められてるし。かわいそう。かわいそうだね、お前ね。めちゃくちゃかわいそうやん。農林を買うな！お前その畑さ、すごくめんどくさいだよね、潰すのね。すごくめんどくさいよ。それ、あんた何してくれてんのよ。あ、はいはい、修繕費5000万。もう5000万ぐらい払ったらえ、これ !5! はい！徳島って買ってたっけ？死ねあいつ死ね死ね死ねなんだあいつは、なんで一件だけ買いやがって。いやでも桃鉄をする上ではあれ強いけどね、あの戦法ね。一件だけ買うってやつね、独占阻止で。いやリアルあれは強いんだよな、結構。やばい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 、あいつ2マスしかないって。へえリトルデブ。リトルデブ小太りってことですかね。リトルデビルは小太りって意味なのか。じゃあ絶対違うね。だから、そっち行ったらうんちあるやん、お前。あるやん、うんちが。なんで5月8000万もらえんの？俺1200万だったのに、4月。え、一月で8倍も変わることある？あ、ありがとうございます。臨時収入の額がなんか3400万からつっても動いてるように感じないんだけど。またかい！セルフ牛歩やめてくんね。セルフ牛歩がたっけー、2億ももらえたよ。やった、嬉しい。で、なんかそう、コメントでいただいたんだけど、この時代プラス益もすすりくるってガチ。だとしたら俺結構な回数プラス益溜まってるよね。だいぶ危険じゃない？大丈夫これ。ちょっと怖いね。あ、でも売り場か。売り場ちょっと危険だな。リトルデビルを見た。見つめてよ、リトルデビルを。お、ぶっ飛びか。確かにぶっ飛び便利だよね。いや、ぶっ飛びカード5000万円はちょっとこの作品妥当な気がする。ほんとぶっ飛びね、便利すぎるわ。めちゃくちゃ便利。ぶっ飛びカード。ぶっ飛びカードはね、昔進行形だったんですけど、15、16あたりだともう便利系に分類されてんのかな。15もだっけ？ 15 もぶっ飛びは便利系か？ 15 はもう進めるカード、スペシャルカードぐらいだったっけ？進行形に入るの。でもスペシャルがその時まだ進行形入ってたもんね。難しいね。台風か。まあまあ物件持ってる人の差がやな。仕方あるまい、これは。長崎？あ、ですね。なんか長崎にさ、台風来たら集中豪雨みたいになる作品なんだったっけ？バッテンだったっけ？あんま覚えてないけど、なんかバッテンかなんかにそんなのあったよね。確か。よーし。5マスね。いや、もう5出しますよ、私。天才なんで。はい。嘘です。ゴー！はっはっ！あ、待って、でも。できんじゃん。こっちの方が重要でしょ。増資増資。うえーい、いや、これ超でかくない？400億の 15% でしょ？だってこれ。うわー。はい、無敵。60億ってことでしょ？これ。一件で。あ、キモ。てっ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 て、手に入れましたってか、増資しましたやけどね。てってるれってってるれってって、あの、ランドはいいんだけどさ、ランドの周りなんもないね。お前ね、おい、ランドさん、桃太郎ランドさん、あなた30数年後にね、ロボットになるよ。30数年後にロボットになるんだよ、実は。あと値段が16兆1000億になるよ。どういうことやねんって話だけどね。全くわからんよね。はい。はい。
押してから次の画面行くまで結構長かったな。場を持たせるのが結構大変だったわ。間を持たせるのが実況者としてアウトだけど。あ、刀狩り。まとめ払いカードっていつ使うんやろ。正直はあんまり使い方が分かってない俺。あれなんか来た、帰ってーね、帰ってくんないあんた。あ、戻った。もう戻ったらもうなおのこと腹立つなお前。そこ来たのはなんで来てんお前。お、出た。もちろん失敗してしまうこともありますけどね。やれやれおめえこれ。なんでこの時代のコンピューターするなんかイベントごとにさ消極的なんけ。もう7マスって一番どうしようもないやんけ。もう2だし。高松はなんかないの。あれやん、めっちゃいいやん。ええやん、ええやん、ええやん。もうそういうの欲しかった。いいね、まあ安いわけじゃないしね、10億円の物件はこの時代。いいじゃん、そういうの欲しかった。そういうの欲しかったよ。こいつがどう動くか。はい、クソ。こいつチンコ。はーい、もう勝手にしてくれ。9億9400万。いや、これキングがちょっとさ、なんかしばらく出てないよね。ちょっとキングさん来てくれません？キングさん。キングさん、長崎かチークの今からマジで言ってる？嘘でしょ。嘘やん。今から僕だってそっちに行かないといけないんですか？ちょっとめんどくさいです。キング！クソや。キング以外興味ねえわ、今。キング来いよ、キング！グソやではもう実質正解やろ、もうほぼ。正解でもええよ、もう。いいよ、もうそんぐらいのハンデ渡してあげて。あ、うんち消えた。やった。うんちをカタカナに書くのなんか嫌だよな。この人は毎年のように来るんですか？ほぼ毎年生きてますよね、あなた。これもう日本の政府がなんとかしようよ。こんな頻度で来るなら。てか日本どころか世界で対策するべきやで、こんな回収。うわぁ、そんなとこも襲うの？松坂？パッパラじゃん。あ、でもパッパラがうおー、思ったよりでかかった。6億2000万やられたのか。物件表見して。今217件らしい。長崎長崎、まあ行くけどさ。いや行くけどね。嘘。え、あ、こっちからね。え、嘘でしょ。え、これそれ入るとは俺思ってないよ。14、15ぐらいで近づいたらええな、あよくは県内入ったらええなぐらいしか考えてなかったよ。それでワンパンするとは俺思ってない、さすがに。桃鉄うまい下手とかじゃないもん、もうそこに関しては。あ、待って B ボタン押しちゃった。くっそ。爪引っかかっちゃった、B に。ちょっと指太いと聞こえたき、あれね、損ね。くっそ。いや、多分そんな競技性ないと思うけど、ここに。やっちまったー。長崎増資したかったなー。あんまりいけないもんね。くっそ。シンプルな操作ミスした。キング、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 キング。へっ！ロでした。これさ、ひらがな一文字予想してさ、当たったらなんとかゲームやろうよ、これ。むちゃくちゃや。むちゃくちゃや。当たるはずない。当たんないよ。あ、売却カード売ってる。すごいね。すごいね。ダビングとか残しといたらええやんか。ダビング残しなよ。買えよ！何あんた。あ、ありがとうございます。農家のおじさん、ありがとう。はい。あ、はい。行きますよ。なんで毎年札幌が優勝、あれなん、決勝まで来てんの。札幌鬼強いやん。はい。野球の試合ね、なんか動く金が小さすぎてもう、ねえ、いまいちなんかあれな感じがしないのよ。新幹線とか作ってみるか。福引きとかいらん気がしてきたけど、俺も。よいしょ。
16か。まあ、目的者には絶対無理として、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あれ ?12 じゃねこれ。トゥッテルー売り場行けたん。よし、売り場行きたかったんだよね。よし、もう福引きいらんな。福引きいらんわ。はい。で、カード出前は、持っとこう。カード出前は持っとく。もう絶対必要、あれは。で、新幹線爆買いでいいんじゃないの?新幹線爆買い男でいいんじゃないの?もうこれ。なあ。金太郎とか持っとくこれ。ねえ、桃虎マン、金太郎あたり持っとくそろそろ。桃スラは、あれもな、移動力欲しいけどね。まあ、金太郎ちょっと持っとこうか、せっかくやし。新幹線3枚あるよね。オッケー。これでいいやろ。うん。十分十分。新幹線持っといたら十分やろ。あ、肩代わり。豊臣秀吉をひらがなで書くのやめて。ブロックカードを奪うっていうね。ブロックカード奪われてるやん。剛速球カードみたいな感じ?デラックスの。デラックスだっけ?ハッピーだっけ?お!よし来た!よし!来た!よーし!くたばってもらう時間だよ。よっしゃー!やる気出たわ、ちょっと。よいしょ。できることなら、クソ黄色?クソ黄色に食らってほしいよね。黄色2って書いてたもんな、確か。下の席の方が止まりにくいか、比較的。よいしょ。こっちどうしよう。よーし、オッケー、はーい。てか、下の席はなんか、あれだよね、モモスラとか、ドジラの印象ないからな。今んとこ、俺の中では安全な駅。うん。安全な駅なんですよ。こっち死んだでしょ?わかんないけど。いや、10個振りとかしてほしいな。2億3000万マイナス。あ、買い占めだ。おー、鹿児島が。やっぱりこいつ農林潰せるんだな。キングは農林を潰すことができると。恐ろしいね。嫌だね。10個振り来てほしいね、10個振り。うん。10個振りがどんぐらいしてるかも大事やな。札幌?あかんやん、札幌は。札幌ダメだよ、お前。札幌ダメだよ、お前。札幌はお前ダメだよ、お前。結構な額だよ、お前、札幌、お前。増資もしてるし。いってらっしゃい!てってべるるるるーてん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 海の上歩いてないか今の海の上歩いてるよ。うん、それ飛ばした先火がいてるんじゃね。うん、それ蹴飛ばしたら落下した時にドカってなるよね。大丈夫それ。金太郎さん、金太郎さん、金太郎さん。よし、死ね死ね死ね、お前は死ね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 、お前死ね、お前死ね、お前死ね。10個チーンチーン。安いやつ。てか、おもちゃ工場も買うんですね、あいつ。倒産しねえかな。あいつ勝手に自滅するやん。実質一択だった、これは。しょうがない。よいしょ、ゾシー。10億の 15% とか結構でかいと思うけどね。ちょっとキング頼むわ。10個振り1回でいいからちょっとしてほしいわ。こっち1しか出ねえな。キング!よし !10 個振り!どんぐらい捨ててくれるからな。うわー!うわーうわぁ!やってるわ、こいつ!うわぁ !32億円。これ痛すぎるだろ!こいつ。うわぁ、でも耐えた!すごい!耐えやがった、こいつ。10個振りを。でも、多分安い物件ほぼほぼ失ったよね、あいつ。多分ね。やば。これは、単純にキングが、やばいわ。キングやば!あいつ、やばいわ、ほんとに。
あいつやばすぎでしょ。あの、キングとかいうやつ。やーべえ。楽しい。楽しい。ハギって誰だったっけ？あ、俺だ。じゃ、どうしようか。よし。最後の最後まで収益伸ばしちゃうよーん。風俗行っちゃうねー。これ、俺はギリ圏内ではないか、これ。さすがに。さすがにっていう。うん。こいつ本当に1しか出ねえな。こいつ本当に1しか出ねえ。あー、もう一回だ。これは終わったんじゃないか。終わったー。あ、全部だったんだ。ちょうど全部ってギリギリプラスだったんだ。それ逃げ決めは無理だ。やったね。みんな大嫌いな黄色が潰れたよ。完璧じゃん。キング、あんたマジで。あんたやばいわ。うわー、収益えぐ。266億とかなってるわ。収益マイナス1億ってだから何？あ、もう勝った勝った勝った。勝ったわ。これは勝ったと言っていいだろう、これは。いやあいつパッパラ潰れたのガチででかいぞ。あいつなんか細かいとこちょ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 こって持ってたもんね。博多とかそれこそ独占できるよな、多分な。ちょっとそういうのやりたいね。ちょっとキングがいなくなってからだけど。てか目的地変わってからだけど、どうやっても。